一年 MTM さんのブランドなのかな ?P ツール。リードペンチとギザ付きペンチの二つご紹介させていただきます。特徴はオールステンレスであることと、この素晴らしいシェープです。特にリードペンチは個人の感覚ですが、ものすごく良い形をしていると思っています。まずはそのリードペンチから。お値段が1500円くらい。全長は140ミ、mm、リ。つかみ面ギザなしのカッターもなし。 軽く掴むこと専用のつるっと小ぶりなペンチで、ピンセットでは役不足、ニートルノーズじゃ大きいという場面で便利に使うことができます。合わせはよくある2枚ではなく3枚合わせ、作りはしっかりしています。わずかに型は持ちますが、使っていて不満を感じたことはございません。掴み面にギザはないので、重いものをガンと掴むことはできませんが、ハンダを取りながら大きめな部品を外したい時など、少しだけ力をかけたい、ピンセットだと物足りない場面で便利です。 先端はしっかりと閉じます。ティッシュも掴める。先だけではなく、曲がり部分まではしっかり閉じますので、いろいろと応用効くかと思います。ただ、そこまでエッジは立っていないので、トゲ抜きなんかには向きません。口先はバネの力でノーマルオープンとなります。バネはグリップにかしめられてまして、取り外すことはできません。自動で開くのは8ミ、mm、リほど。 電子部品掴んだり足曲げたりには問題なく使えておりますが少し大きな部品外すときはもう少し開いてほしいと思います。例えばマウスのクリックスイッチを変えるときなんか。ただまあ小指か薬指で開いてやれば良いだけですから操作もしやすいのでネガに感じているほどではございません。サイズ感、操作感がとても良く細かい作業時に指の延長といった感じで使っています。 電子工作で使うことが多いですが、ステンレスですからサビや異物を嫌う環境での細かな作業にも便利。こういったスプリングや小さなボールを正確な位置に置くなんていう作業にも使いやすいと思っています。欲を言えば先端、もう少し薄い方が使いやすそう。そこまでの力で掴むこともないと思いますので、もう少し薄くしても大丈夫に感じます。ですから、削ってしまおうかと随分と考えておりますが、ステンレスということもあり、どうにも手が進んでおりません。 このリードペンチが使いやすいので追加したのがこちら。ギザ付きの小型のラジオペンチです。リードペンチと手こひが大きく異なってまして、先の開きが大きいので、それで掴みきれない大きなものをこっちで掴んでいます。お値段は1200円くらい。リードペンチよりも先端は5つ目、掴み面にギザもつくのに全長は短くなってまして120ミ、mm、リほど。細い銅線くらいなら切れそうなカッターも付いています。カッターは使ったことないですけどね。こちらも形よく手に馴染みます。 リードペンチのシェイプの良さには若干かなわないかなと感じていますが、これもなかなか。リードペンチとセットで持っているとお互いの苦手部分を補い合ってくれるので便利に感じ、二つをまとめて使っています。私はどちらもベントタイプを使ってますが、ストレートもございます。先端形状以外はお値段含めてほぼ変わらず、好みで選ばれると良いでしょう。注意点として、どちらもステンレスとはいえ、磁石の影響を受けます。これは残念なところ。 工具に使うステンレスって粘りとか強さを持たせるためなのか着地できるものが多いっすよね。当然、障子も可能ですから問題ないと言えば問題はないですが、面倒といえば面倒。ご注意いただきたいポイントになっています。P ツールの握り物シリーズ。とても良い形が特徴の道具。ただ、P ツールは試せる場所が少ないんですよね。お店に並んでいるのは見たことがありません。秋葉とか日本橋あたり行けばもしかしたら触れるかもしれません。 もし機会ございましたらぜひ触ってみていただきたい製品となっています。ご視聴ありがとうございました。当チャンネルではこんな感じに道具の紹介しています。お時間許しましたら他の動画も覗いてみてください。それではまた次回。